UBI ソフト社員があの旗を持って社屋の前でストライキ、会社の前まで来るなら出社しろよ。フランスで UBI ソフトのストライキが継続中、彼らは在宅勤務を望んでいる。しかしなぜ徳の旗ばかりなのか、これと何の関係があるんだ。そして私たちは今何本のストライプを掲げているのだろう。見てください、レインボーフラッグが掲げられている。あの活動家たちは UBI ソフトで働くことを信じられないほど喜び誇りに思うべきでは。 UBI ソフトはリベラルの楽園ではなかったのかというアジェンダを推し進めたのはまさに彼らなのだから。なぜ職場でのストライキの旗が全くないのか。この人たちは正気ではない。しかし彼らは失業を急いでいる。まあいい、彼らは職場に来ることができないが講義に来ることはできる。我々は家に帰れるように出てきた。僕はフランス人で、会社は沈め続けたいだけのバカと戦っている。もし深い変化がなければ僕らの国はめちゃくちゃになり、僕らの文化も同じくそに苦しむだろう。そしてこのバカげたストライキは世界が必要としていた証拠だ。私はこのストライキを強く支持し、永遠に続くことを願っている。私の理解ではフランスの労働法は他のどこの国とも極めて異なっている。簡単に解雇できるアメリカとは違う。多くの手順を踏まなければならない。UBI ソフトがテンセントに売却されるか、あるいは完全に崩壊すれば、彼らは新しい仕事を探すだろう。LGBTQ の旗、LGBTQ の旗を掲げて、笑い、それが彼らのゲームを売り込む相手なんだ。彼らの会社は倒産や売却の危機に瀕している。ストライキをしても何の解決にもならない。在宅勤務も何の役にも立たない。こんな人たちは雇ってバケツを張ることになる。なぜ美徳の旗ばかり？彼らはゲーム開発者だ。人員削減の時期だ。クビになれば自宅で仕事ができる。ストライキをするには会社が大金を失っている時がベストだ。フランスでは上半身裸のフェミニストがいなければ本当の抗議ではない。経験則によれば政治的な旗を掲げたデモは無視すればいい。全員解雇。 UBI ソフトはビジネスのあらゆる側面に社会正義を導入する ESG に完全移行した。粛清が必要だ。UBI ソフトの疑惑が暴かれた2020年に粛清すべきだった。ストライキの間全員が履歴書を書いていることを願いよう。全員クビにすればいい。彼ら全員を解雇し模範を示せ。 UBI ソフトの死が待ち遠しい。在宅勤務を望んで抗議しているが、ディビジョン以来中途半端なクオリティのゲームを作っていない。 LGBT+HW 在宅ワークの意味で、もし在宅ワークのためのカラーストライプがもう一つ追加されるなら、私はその運動に参加する。ようやく私は勇敢で誇らしい存在になれる。6月には素晴らしいコスチュームも作るつもりだけど、家にいるから誰にも見られないしね。 UBI ソフトはすでに死んでいる。まだ地に落ちていないだけだ。だからテンセントは UBI ソフトを救済すべきではないし、するつもりもない。この冷めたゴミ従業員たちは何もしなくても給料がもらえるから在宅勤務が好きなのだ。労働意欲ゼロだ。イーロンの言葉を引用しよう。彼らは他の場所で働いているふりをすることができる。これでわかるのは、一つは彼らがそこで働くことに関心がなかったということ。二つには彼らがクソゲーの原因を作っている。3、 UBI ソフトは地遅れでこのベッドを作った。彼らはフランス人だからそれ以外の説明は必要ない。彼らが望むものを手に入れて同僚の半分がクビになることを願うよ。彼らは一日中パジャマでいるよりも仕事に行かなければならないから抗議しているのか。会社や資産の不始末が原因だろうと思っていたゲーム業界はもうダメだ。昔のレトロゲームに戻ったよ。フランスだしね。他の国旗は全部白だった。彼らはスタジオで良いゲームさえ作れない。職場に来ようともしないのに、どうやっていいゲームを作るんだ。俺たちはストライキ中だ。だから俺たちを解雇することはできない。ストライキ中、解雇やレイオフは不当解雇としてオーナーを訴えよう。文字通りこの人たちを全員クビにすれば、会社を軌道に乗せる道も半分くらいは開けるだろう。こいつらは完全にどうかしている。彼らの会社は崩壊寸前だ。彼らは新しい仕事を探すべきだ。テンセントが会社を買収すれば彼らにとってはおしまいだ。彼らは自分たちよりも要求の低い開発者を待機させている。ビデオの最後の方で男性がナス・ソムズ・ラ・リッチ・エズ・デセット・アントルプライズ、この会社の富を生み出しているのは我々だと言っている。 UBI の株価は昨年から 50% 以上下がっている。笑い、彼らは全員クビになるべきだ。泣き虫で権利ばかり主張する男たち。 UBI ソフトが倒産しても彼らは家にいる。
心配するな。テンセントが仕事を中国に移すさ。会社が経営難に直面している時にストライキを起こすなんて知恵遅れの極みだ。 UBI ソフトが中国のテンセントという会社に買収されるみたいな噂を聞いたことがある。この際 UBI ソフトが中国に所有されても構わない。 EI と中国検閲のどちらを選ぶかと聞かれたら、私は中国の検閲を選びます。冷めたフリークにとっては第二の天性のようなもので、彼らは本能的にどこに行くにも精神病の旗を持っていく。あの負け犬どもは抗議はしてもオフィスでは働かない。あいつらはオフィスでの仕事に戻る必要がある。さもなくばクビだ。もうどうでもいいよ。本当に UBI ソフトはもうすぐ潰れる。 RIHUBI ソフト、あなたは寂しくない。 UBI ソフトが内部から冷めた活動家に悩まされていることを証明する証拠がこれ以上必要だとしたらこれしかない。抗議するために外に出られるならオフィスに行って働くこともできる。テンセントが会社を買収すれば彼らは全員クビになる。いい加減なゲームを作っているから赤字なのにストライキをしたいのか。うん。この旗があるのはクイア、マルクス主義者たちがゲームや映画を使ってジェンダーの役割や規範を打ち砕こうとしているからだ。マルクス主義者は労働組合を支配している。彼らはメッセージを確実に伝えるためにストライキを利用する。彼らは全員その場でクビにして会社を救うために本物の人材を再雇用すべきだ。他のゲームスタジオに比べて UBI ソフトの社員は多すぎる。ストライキして仕事減らすくらいならいいゲーム作れよ。デベロッパーとゲーム界の恥さらしだ。テレワークは消滅する運命にある。テレワークを導入した企業は生産性の大幅な低下、連絡のつかないスタッフ、従業員は好きなことをしたり少し働いたりするための休日としてテレワークを利用した。これはジョーク？ LGBT の旗？なぜ？男は仕事に行きたくない、家にいたい、そんな雇われ方じゃない。 UBI ソフトではまだ天才的なアイデアを求めているんだろう。 LGBT の旗、脆弱な人々、カメラに向かって信念を表明する片方を知らない人々がスポークスパーソンとしてフランス、トラベイでお会いしましょう。自宅からストライキを呼びかけるべきだ。3日間の対面勤務は本当に許容範囲だと思う。彼らの旗が掲げられていれば最新タイトルの品質があまりにひどい理由もすぐにわかる。即刻クビにされるべき人たちの素晴らしいサンプルだ。会社の業績が悪化しテンセントに買収されようとしている時にストライキを起こすのは最善の策とは思えない。フランスのフラッグシップの格下げを招いた面々、対面労働への復帰は辞職を強要し希望退職制度の実施を回避するための戦術に過ぎない。ストライキは希望退職制度よりコストがかからない。対面勤務の回帰は主にできるだけ多くの人が解雇されることなくただで退職し AI にとって変わられるようにするためだ。米国では一部の企業で AI のために数百人数千人が解雇されている。ヨーロッパではもっと大変だ。スタジオはすでに崩壊していて彼らはスタジオを終わらせることを決めたんだ。彼らはほとんど失業して家にいることになるだろう。全員クビにして実際の才能ある人たちと入れ替えてまた良いゲームを作って利益を得よう。会社が崩壊している間にストライキをする。会社にも家にも帰れなくなったら歩道に残るだろう。会社の従業員は仕事でクソみたいなことをしているのにストライキを敢行する。ゲーマーは左翼的なイデオロギーのない面白いゲームを作り従業員が仕事に戻るスタジオの復活を望んでいる。そうでないなら幸運を祈る。冷めたイデオロギーが触れるものは即座にクソに変わるのだから。あのクソボスどもめ、クオリティに疑問のあるゲームを配信するためにフランスの反対側に住むことすらできない。つまり UBI ソフトの没落は彼らのような人々がいる以上必然的な結論なのだ。以前はテレワーク賛成派だったけどあの報道を見てたら禁止したくなった。